この次はいわゆる壮年と申しますか、師匠になる前の壮年の人たちによるこの小赤舞、アタッカを上下、まずは上を上へ出します。演じます演者は太夫小川仁、して松尾素直、脇堤秀夫、進み方は松尾正春、清信でございます、清継でございます。時間の関係上、アタカの曲については次回でですね、説明をいたします。
弁慶受け賜って松のあたりを見渡せば、わらんで四五人松の葉寄せてぞいたにけ、弁慶すぐすぐと立ち寄り、いかにわらんでこの国にてこの松を何の松と言うぞ、わらんで聞いて三蔵の王国は坂を隔ててこなたさあ深き心も口にして、さほどの松に名付くる人もそらず、さりながら在後中将の眺めにはあたかの修行にいずむとき、西行とかればなのぬ、ほうほう観の西行との歌にも、ほう
いずれもこれが南城なり、まず死の道の南城を、語らば聞こし召さぬべし、黒部は四十八ヶ瀬、親知らず子知らず、一夢に浄土歌の脇、二三の狭間最上川、ほうほう Love
少し召されて、さてはそれがしが上によって、福江も知らぬ山伏たちのさように切られさせたもことよ。浮きて弔わばやと思い、五人のあらんべを先に立て、松原に立ち入り、ご覧なりければ、家にと小僧の冬の頃より、きさらぎ下旬の頃まで、切りかけたることなれば、百ばかりほどまっしぐろにかかる。十一人の人々は連珠千宝も読みたも、その中にも刺し千宝も読まずし、ここかしこ走り回って首を引けんし、五人のあらんべをあったと知らんで、この国の昔は何にも知らんという、わらんべ聞いての昔殿のこの白し召されぬ言われをぞ。昔聞いて富樫が物知らぬ言われをいでいで語って聞かせん、それ南洋苦行の大毒の首を遥かの神にかけ、ピンパッと丸め下脱闘争の主従の方位を身にまとい、おうおうお街道お行にして、生まれをなそうず御師の遥かの下にかけられたるはこの面白いで駆け抜かれ、笑んめきて藤原に、Yo!
は加工をし、極めて色は黒くして、またこの肉でも
Thank you.
腕がですね、分かれたりまでが浄土の腕でございます。斎藤の武蔵からが、あたかの目になりますので、ね、28ページの2行目からが目になります。